黒いビロードの飾りたれと透き通るようなベールがついた、円錐形の絵男を被る若い女性エナンは、中世ヨーロッパの高貴な女性が身につけていた、円錐形あるいは、戦闘のような形の頭飾りである。レバノン、シリア、ブルゴーニュ、フランスではごく一般的であったが、その他の地域でも、イギリスの宮廷やヨーロッパ北部のハンガリー、ポーランドなどで着用する習慣があった。 一方で、イタリアではほとんど記録が見つからない。中世ヨーロッパにおいて、ヘンリンという言葉が頭飾りとしてどのような形状を表していたかは、はっきりしていない。しかし1428年のフランスで、エナンという言葉が用いられた記録があり、おそらくこの時はまだ円錐型ではなかった。イギリスの文献に、この変人という言葉が現れるのは19世紀以降である。 そのため、本によってはこの言葉を当時の女性が被っていた別の頭飾りについて使っている場合もある。1460年頃のフランスの例。何枚もの白いベールが巻かれ、一枚は女性の顔にもかかっているエナンが復職しに登場するのは1430年から特に1450年以降である。円錐の先が尖っているものもあれば先が切り取られたように、 平たい形もあった。はじめは、貴族の子女だけのものだったが、次第に普及し、特に帽子の先が平らな、切れ形は一般に広まった。絵ンの長さは3 0トルから4 5トルのものが普通だが、資料によっては8 0トルと比較的高い、形のものも見つかる。絵難には、 ベールう正式には、コアントワーゼといううがついているのが、一般的である。大抵ベールは、帽子の先から女性の肩までかけられており、場合によっては地面まで下ろされていた。帽子の上から女性の顔にかかるようにしている例も見つかる。エナンは後ろへ斜めにずらして被るものだった。メしか針金など軽い素材の上に薄い折り地を貼って、作られていたが、その構造について、 詳しいことはほとんどわかっていない。フランスのコロネットを思わせる眉の一部や左右どちらかの肩にかかるような布の飾りたれがついている絵なんもよく見られる。額のところに短い飾りのバンドやリボンがついているものも非常に多い。これは帽子の位置を合わせるための細工であり、おそらく風が吹いた時に動かないようにする目的もあった。当時は額を広くするために 生え際の毛を抜いたり剃ることが流行していた。髪の毛は頭の形に沿ってきつく束ねられ、大抵帽子の中にすっぽりと隠された。しかし、エナンの後ろで長い髪を結ばずにいる、肖像画も見つかっている。今日では、エナンはおとぎ話に登場する王妃が身につける典型的な衣装の一つとなっている。装飾写本に描かれる王妃や女王が被る小さな王冠は、 周りに唾がついているか、エナンの先に乗せられているかどちらかである。例えば、ブルゴーニュ公国の女子を、マーガレット・オブ・ヨークが1468年の結婚式典で身につけたごく小さな王冠などがまさにそれである。服飾史を扱った本ごとに、エナンという言葉が指し示す、頭飾りの形状は様々である。 戦闘や円錐の形をしたものやその先を切り取った形の帽子を絵んというところまではほぼ同じなのだが15世紀の初頭におけるハート型で中心が開いた筒状の布についても絵んという言葉を当てることが多いあるいは15世紀半ばのドーム型に頭を覆う布についても言う場合があるクリスティーヌ・ドピザンの肖像画によく描かれるような かぶる部分が二股の頭飾りもエナンと呼ばれることがある。上記の例では帽子の素材は白い布ばかりだが時代が下ると貴族の子女たちは透き通るようなベールから鮮やかな折り地を覗かせるような帽子をかぶるようになった。角の形に言った髪の上にウィンプルを羽織るようなスタイルのエナンもある。アンゲラン・ドゥ・モンストルレの年代記には1428年に エナンという言葉の最初の要霊とおぼしき記述が見つかる。厳格なカルメル界の修道士トマスがカビが頭飾りに憤慨しているところがそれである。身にくだらないやり方で頭を飾りつけては、そんな贅沢な格好をしたいがために大米を叩いている高貴なご婦人に限らぬすべての女性たち、トマスは、 通りのにいる少年たちにそうした頭飾りをつけた女性を追いかけさせ、それを剥ぎ取らせては、えなんめ、と叫んだ。彼は職友情を出してまでこの乱暴を奨励したのである。しかし中世の文書を記録として見た時によくあることだが、この変人の語形がどのようになり立ったかについての手がかりは全くない。図像による記録をもとに考えると、 この絵ンは当時は円錐型ではなく、その形になるのはおそらくもう少し後の時代のことで、ある。カタルーニャの詩人ガブリエル・モーゲルの作品には、当時マヨルカの女性の間で流行していた、高さのある奇形の帽子をあざけるものが残っている。ありがとうございます。